い、皆さんこんにちは、榊篤でございます。まもなくね6時になろうとしています。3月8日でございまして、月曜日ですよね、確かね。もう曜日の感覚がないんですよね。毎日同じことしてますからね。もう本当に曜日の感覚は、そうですね、株式市場が開いてるとウィークデーっていう感じですね。はい、こんなん見つけました。ザクザクでございます。これは今日かな、今日ですね、3月8日、中国王毅外相、ワン・イーですね、北京語で。暴言連発で、厚顔無恥ぶり世界発信、ジェノサイド認定はデマ、台湾の統一は必須、赤兵士、もはや国際世論を考慮する余裕ないと。この王毅さんっていうのは昔駐日大使をなさっていたんですね。でもなんかこう嫌なおっさんですね、ほんまにね。言うことをなすことを言うことを主に言うことですけど、なんかこう憎ったらしいことばっかし言うてますよね。もうちょっと読みましょうね。短いんでね、読んでしまいますね。中国の厚顔無恥ぶりが世界にまた発信された。中国の王毅国務委員兼外相は何か、会中の全国人民代表大会括弧全人代に合わせて北京でオンライン記者会見を開き、対中批判を強める米国を牽制した。香港や新疆ウイグル自治区の人権弾圧を否定したほか軍事的覇権拡大を正当化する発言も繰り出した。国際社会との圧力が増すことは避けられない。中国の核心的利益が侵害されるのを断じて許さない。王氏はこう警告した。会見では特に人権問題について反論のトーンを強めた。これね、ズームで会見したというふうに、オンラインで会見したというふうに書いてあるんですけど、ズームとは限りませんね。ということはあれですかね、その外国の記者も参加してですね、英語で問答応答したんでしょうかね。それが知りたいんですけど、書いてない米政府が中国当局によるウイグル人弾圧をジェノサイド、各国民族大量虐殺と認定したことについて、王氏は徹底したデタラメで完全に下心があるデマだと反発。なんか日本語はおかしいですけど、さっきも言いましたけどね、中国共産党がね、こういうふうにこう徹底したデタラメで完全に下心があるデマだとか、こういうこうえげつない言い方をするときは必ずその裏側が真実なんですよね。だからこれだと、いやかなり痛いところ疲れたねってでそれ言ってほしなかったんやということですね、簡単に言うと。と反発。民主派完全排除につながる香港の選挙制度見直しを全人代で審議するとともに、王氏は完全に合憲合法で政党で理にかなっていると開き直った。ということは、わしはちょっとやばいことやってんだよ、そこ言わんといてえなということですね。全然その合憲でも合法でもないと、理にもかなっていないということですね。ちょっとなもん都合でやってんやな、もうほっといてっていう、そういうことでございますね。台湾への野心は隠す素振りすら見られない。王氏は統一は必須だ、中華民族の意思や、意思だ、いかなる形の台湾独立の分裂行動行為も打ち砕く能力が中国政府にはあるといい、米国の台湾支援を牽制した。まあこれはその通りですね、意味の通りで、おっしゃ、絶対台湾を俺のものにするんやとそれは俺らの使命なんやと。でそんな手出すんやったらあれやで、打ち砕く能力あんねんでと強がってるんですけど、本当はいやあかんねん、アメリカに来られたら困んねんというのが本音でしょうね。中国海警局に外国船舶への武器使用を認めた海警法も、特定の国に対するものではなく国際法や国際的な実践に完全に合致していると正当化した。あれはほんま国際法に違反してんねん、俺は日本の船をな撃ったろうと思ってるのに、まあ、そういうことなんやという、日本の船のため、日本の船を威嚇するためにこれ作ったんや、国際法なんか関係ないわみたいな、まあ、そういうことでしょうね。
王氏の主張をどう見るか、中国事情に詳しい評論家の関平氏は、自国の暴挙を顧みず居直っているとしか見えない、王氏の発言は正当化の理由が提示されず、弁明という外交のテクニックすら欠いている。弁明っていうのが外交のテクニックなんですかね。ジェノサイドの否定は国際社会の反発を招くと予想されるが、もはや国際世論を考慮する余裕も中国にはないのだろうと語った。まあその通りですね。あの女も言うてられへんわ、俺らのやり方でやるんやということですね。お前らのルールではもうや俺らはやらへんでということですね。あの共産党側の発言を聞いてるとよくそういうのありますね。そのルールは自分たちが決めるんだと。今の国際法とかね、そういうルールはですね、欧米社会が決めたものであって俺らは関係ない、俺らは新しい世界を築いて中国風のルールを作るんやというこう野心というか、そういう新しい発想というか、まあそれが垣間見えますね。だからそんな欧米風の国際法なんかしたがへんで、俺らのあれでルールでやるんやという、なんか彼らのルールは彼らの都合のいいということですね。要はでは米国はどう見るか。米国政治に詳しい福井県立大学の島田洋一教授は、米外交当局はウイグル人弾圧イコールジェノサイドという認識で固まっている。一方でバイデン大統領カラマ・ハリス副大統領は中国の人権問題に明確な態度を示していない。ここに中国が付け込んでいるようにも見える。米議会内では2022年北京冬季五輪ボイコット冬季五輪のボイコットを各国に呼びかけるよう大統領に求める動きも出たと聞く。今後はこうした動きが高まるのではというところで、高まるのではないかと語ったということで、まあ、出てきます。記事は終わっています。まあ、これ貼っときますね。別に新しいことはないんですけど、中国政府が開き直ってるということが、まあ、確認できたというぐらいで、その外国からの非難は受け付けへんでということですね。ただ彼らはですね、来年の1月にですね、北京五輪というものを開催する予定になってるんですね。でこれでもしね、西側諸国ですね、アメリカをはじめとしてイギリス、ドイツ、フランスとかそういった主だった国がボイコットをするとですね、まあ大恥をかくわけですね。メンツを大事にする中国としてはですね、それは避けたいけども、ジェノサイドやと言われてそれを認めるなんてことはもうこれはですね、できるわけがないんですよ。だからそこはあくまでも強気に行くんだと思います。そこを強気に行ってる限りにおいてですね、北京五輪なんかボイコットしようぜという動きもですね、高まっていくことは確かであります。どうやって落としどころを見つけるかというのはよく分かりませんけども、このまま行けばですね、アメリカがボイコットをしても不思議はないんですよね。逆にアメリカが参加するとなるとですね、やっぱりバイデンお前パンダハガーやろという声も上がってきそうです。来年ですかね、来年の11月にはですね、確か中間選挙がございますね。アメリカの中間選挙で負けるわけにいかないんですね。バイデン側の民主党は彼にこう負けたりするとですね、議会対策はやりにくくなってですね、バイデン政権レームダック化するわけですね。でその来年の11月の選挙で負けないためにですね、中国に対して弱みを見せてパンダハガーやでと言ってしまえば、もうそれは共和党側からのものすごい攻撃材料になります。だからバイデンさん、そこがちょっとですね、難しいところで、多分彼本心はパンダハガーなんですね。本心パンダハガーというか、まあ、息子がね、中国で儲けさせてもらったようですから、弱みは握られてるわけでして、きっと中国側はですね、ハンター氏を苦境に追い込むような材料を持ってるんですよ。いざとなったらそれ出せっていうふうに、バイデン氏に対してメッセージを送ってるはずなんですよ。それ出されるとバイデン氏困るわけなんですね。まあ、出さないと思いますよ。出してしまったらそんなん最後ですから。出さんとそれをテコにしていろいろバイデン政権を動かそうというのは中国の腹であって、そんなもん当たり前なんですけど。だから出さないと思いますけども、出せというカードを切るでって言って脅してですね、バイデンに言うこと聞かそうと。でもバイデンは参加してしまったらですね、共和党側の
が激しい反発を受けて、多分今アメリカでね、中国に甘い顔するというのは支持を減らすというのと同じなんですね。先日の調査でもですね、 89% の人がですね、アメリカのね、中国に対して厳しい目を向けているわけであって、せやのにバイデンさんが一人で、ちょっと中国と親しい将来みたいなことをやったらですね、それはまあ袋叩きになりますわね、特にあのまだ選挙から間が経ってないんで、トランプ派の人たちは健在だと言っていいわけですね。バイデンが選挙でズルしたやろと信じてる人はおそらく6000万人以上いると思うんですよ。そういう人たちの動きにも気を使わなければいけないわけですね、バイデンさん。そうするとおいそれとですね、北京五輪行きますというふうには言えないんちゃうかなと思うんですね。だから難しいところです。はい、ですんで、これ貼っときますんで、まあ、大したってすいません、別に目新しいことはないんですけど、まあ、そう今読ませていただいたような記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。